みんな次の休みって暇？みんなでショッピングに行こうよ。私は行ってもいいよ。新しく出た本とか見たいと思ってたし。私も大丈夫です。あーごめん、私は用があるからパスで。用ってどんな？家の手伝いでお清めの儀式をするのだから、一日中忙しいと思う。お清めの儀式ってどんな儀式？解体工事の現場に行って、それまでの感謝と工事の無事を家の守り神にお祈りするの。へえ、いぶきってそんな儀式までやってるんだ。いや、本当は神主のお父さんの仕事だから、私は今までやってなかったんだけどね。じゃあどうして今回はいぶきがやることになったの？最初は断ったんだけど、お姉ちゃんも私と同じ年頃には経験してるって言われちゃって。そういえば、いぶきってお姉さんいるんだっけ？お姉さん今は何してるの？家を出て大学に通ってるよ。将来は戻ってきて神社の仕事を手伝うつもりらしいけど。お姉さんも経験したから、いぶきもってこと？私たち姉妹がというより、うちのしきたりって感じかな。私も知らなかったんだけど、うちは年頃になるとみんなこの儀式を経験するらしくて。いぶきさんのお家って大変なんだ。まあね、私も少しでも家のことに協力したいと思ってるからいいんだけど。ねえねえ、私も儀式見学しに行ってもいい？なんで？ショッピングに行くんじゃ。ショッピングは次の休みにも行けるじゃん。それより、いぶきが巫女さんしてるところ見てみたい。ノアもサキちゃんも見たいよね。はあ、せっかくなら見たい。まあその日は予定もなかったし、サキちゃんが行くなら私も行ってあげてもいいけど。ちょっと、私に断る権利はないの？まあお父さんに相談してみるよ。おはよう、いぶき。本当に来たんだ。当たり前でしょ、見学の許可お父さんにもらえたんだよね。一応ね。その代わり、儀式に参加する前にみんなにやってもらうことがあるんだけど、いい？やってもらうこと？巫女服に着替えて私と一緒に身も心も清めてもらうの。え、私たちも？そう、神聖な儀式に参加するんだから、遊び半分の気持ちなら帰ってもらっても。やったー、巫女さん体験ができる。って、え、そんなに嬉しい？だって巫女さん体験なんてめったにできることじゃないし、一緒に巫女さんやろうよね。私もやろう。サキちゃん、いや、ぜひやってください。お願いします。わかった、やります。やった、みんなで巫女さん体験だ。やった、サキちゃんの巫女姿だ。ほらこら、遊び半分の気持ちなら帰ってってさっき言ったばっかりでしょ。真面目にしないと本当に帰らせるわよ。分かってるって。なんか大変なことになりそうな気がする。みんな着替え終わった？うん、一応できたけど。ボックってこんな感じだって。サキちゃんかわいい。すっごく似合ってる。ありがとう。ノアさんも素敵だと思う。そんなことないよ、サキちゃんの方が。え、誰？うちのお父さんだよ。こちらこそ、いぶきさんにはお世話になっています。はじめまして。素敵なお召し物をお貸しいただきありがとうございます。
そうだったんですね。それで巫女服に着替えて何をするんですか？息吹からは身も心も清めるとしか聞いてないんですが。巫女修行？修行って言うからには高い山に登ったり、滝に何時間も打たれ続けるとか。ちょっとトア、ゴミが残ってるよ。ちゃんとやって。だってなんで最初の修行が境内の掃除なの？身も心も清めるにはまずは身の回りをきれいにすることからだって。伊吹さんも普段よく掃除を手伝ってるの？まあね、これが修行になってるのかはわからないけど。とりあえず手分けして早く終わらせましょう。私とサキはあっちを吐いてくるよ。わかった。ほらトア、ブツブツ言ってないでやるよ。はーい。あれ、どうかしたのサキ？今何か見えたような気がして。何か見えた？気のせい。この辺りだと思ったのに。サキがさっき言ってた何かはこっちで見たの？はい、はっきりとはわからないけど、誰かがこっちをじっと見てたような気が。参拝客はまだいないし、というか参拝ならこそこそする必要もないわよね。伊吹さんのご家族が来ているという可能性は？お母さんは今は家の仕事してて、妹は友達の家に遊びに行ってるから今日はいないわよ。そっか、お姉さんも家を出てるんでしたよね。ひょっとしたら賽銭泥棒かも。確かめなくちゃ。あの、今思うと人の姿には見えなかった気が。人の姿に見えなかったって？もしかしてさっきそういうのが見えちゃう感じ？そういうのって？いや、霊感とかあるのかなって。霊感？あ、目覚ましが鳴る前に起きたりすることなら。それは関係ないんじゃないかな。あ、どうしたの？今何かが外からこっちを見ていたような。本当に？さっきはここにいて、私が確かめてくるから。あの、私も一緒に。大丈夫大丈夫、すぐに戻るから。さっきは待ってて。どうしよう、誰か呼びに行った方がいいのかな。私のせいで伊吹さんにもしものことがあったら。今の声は？あれ、伊吹だ。すごい勢いで走ってくるけど。伊吹、そっちの掃除は終わったの？まさかサボったり。二人とも何か怪しいもの見なかった？怪しいもの？サキが
何か怪しいものを見たらしいの。私も探してるんだけど見つからなくて。誰か！今のサキちゃんの声？しまった、サキが危ない。サキ大丈夫？重い。サキちゃんの上に何か乗ってる？お、大福様。大福様ってこのブクブク太った猫の名前？いや、そもそもこれ猫で合ってるの？猫よ。私が子供の頃からうちの神社に住み着いててね、猫神主って言われていたんだけど、最近は子供たちから大福様って呼ばれるようになってね。と言ってもまあ、私が初めて会った時にはすでにこのサイズだったんだけどね。ひぶきが子供の頃からって、大福様すっごく長生きしてるんだね。まあ確かに貫禄だけはすごくあるね。人に懐かないし、いつもフラッと現れてゴロゴロ寝てるだけだからすっかり忘れていたわ。ここ何日かは来てなかったしね。人に懐かない？でもサキちゃんの上から全然降りようとしないよ。ってことはサキちゃんには懐いてるんじゃないの？確かに、いつも私が近寄っても見向きもしないのに。昔懐かせようと思って餌をあげたりおもちゃで遊ぼうとしたけど全然ダメだったのよね。だからすっかり諦めてたのに、サキにはあっさり懐くのね。サキちゃんには不思議な魅力があるからね。どんな生き物にもサキちゃんの魅力は伝わるんだよ。あの大福様、早く降りてくれませんか？儀式に向かうんですよね。え、おじさんは一緒に行かないの？でもやっぱり私たちだけなんて不安だな。私たちだけ？家の持ち主は立ち会わないんですか？じゃあ本当に私たちだけ？まあお化け屋敷に行くわけじゃないし問題ないでしょう。とうは楽観的ね。それでノアとサキは本当にいいの？遅くなるしここで待っててもいいのよ。今さらでしょ。最後までイブキに付き合うよ。私もお邪魔にならないように努力します。二人ともありがとう。でもさっき、はい、大福様は邪魔になるから連れてっちゃダメよ。それがどうしても私の足から離れてくれなくて。すぐに帰ってきますから心配しないでね、大福様。よし、じゃあ行こうか。町外れにこんな大きなお屋敷があるなんて知らなかった。多分ここは人通りが少ないから今まで取り壊されずに残ってたんじゃないかな。見るからにボロボロ。台風なんか来たら崩れそうだし、確かにこれは早く取り壊した方がいいかも。解体工事は1週間後に行われるそうだよ。あ、私です。現場監督さんですよね。父がいつもお世話になってます。はい、では早速準備に入らせていただきます。
いぶきさん、その手に持っているものは何？これはお米とお塩だよ。食べるの？腹が減っては何とやら的な。そんなわけないでしょ。土地の神様に感謝を込めてお供えするのよ。それからもう一つ。あ、しまった、お酒持ってくるの忘れちゃった。え、飲むの？さすがに私たち未成年だし飲酒はまずいんじゃ。だから飲むわけないでしょ。おみきよ、お供えに使うに決まってるじゃない。すみません、ありがとうございます。監督さんが戻ってくる前にできるだけ準備を進めておこっか。あ、どうしたの、さきちゃん。今2階の窓から誰かがこちらを見ていたような。え、気のせいでしょう。ここずっと空き家だって言ってたよ。そうだよ、多分何かと見間違えたんじゃない？今の音は。お屋敷の中から聞こえてきた。もしかして誰かが勝手に住んでるとか？いや、お父さんが一度昼間に下見に来てるんだけど、その時は誰もいなかったって言ってた。警察に通報した方が良くない？まだ人がいるって確認したわけじゃないし、警察に通報するのは少し調べてからにしよう。開かない。玄関鍵がかかっているみたい。窓も裏口も全部封鎖されてるみたいね。じゃあさっきさきちゃんが見たっていうのは。やめようよ、私こういうの本当にダメなんだって。いやー、どうしたの、トア。服の中になんか入ってきた。取って、誰か取って。ちょ、落ち着きなさい、トア。暴れたら取れないでしょ。動いてる動いてる。いやー、お屋敷の中に入っちゃった。きっとぶつかった拍子に鍵が壊れたのね。追いかけましょう。ちょっと待ってねえ、一人にしないで。トア、どこにいるの？中は結構広いみたい。上から足音が聞こえた。まさか2階に行っちゃったのかな。トアさん、かなりパニックになってたから。サキはこのまま1階を調べてくれない？私は2階を見てくるから。わかった、伊吹さん気をつけて。はあ、ようやく服の中から出て行ってくれた。まだ体がドワドワするよ。で、ここどこ？真っ暗で何も見えない。あ、懐中電灯持ってたんだっけ、忘れてた。よっと。え、私がもう一人。父さん。いやさん、落ち着いて。よく見てください。私です、サキです。サキちゃん、本物？本物？どういう意味？だって今私がもう一人いたんだよ。それって鏡に映った父さんじゃ。え？ほら、これ埃まみれだけど鏡が置いてある。本当だ。大騒ぎして恥ずかしい。気にしないで、
とにかく父さんが無事でよかった。さきちゃんはこんな時でも落ち着いてるね。私の方が年上なのに心配かけてごめん。大丈夫、それより早く2階に行こう。2階？なんで？もう外に出ようよ。いぶきさん、父さんを探しに2階に行ってて。いぶき、でも私もう無理だよ。じゃあ父さんはこの部屋で休んでて。私が2階に行って父さんが見つかったっていぶきさんに伝えてくる。やだ、一人でここにいるのが無理無理無理。一緒に行きます。みんなどこに行っちゃったのかな。さきちゃん、いぶき、とわ、みんなどこなの。くわ、いぶき2階にいるの。いぶき、キャー、今の悲鳴はノアの声だったよ。2階からだった。何かあったのかも。急ごう。ちょっと待ってよ、置いてかないで。サキちゃん、ノアしっかりして。目が、暗闇に光る目が、たくさん。大丈夫だから落ち着いてよく見て。あれは全部猫よ。え？猫？ノアさん大丈夫？うわー、何この部屋、猫だらけ。この屋敷、野良猫たちの住処になってたみたい。もしかしてさっき窓から私たちを見てたのも。きっとこの猫たちね。それとトアの服の中に入り込んだのは多分この子じゃないかしら。子猫だ、かわいい。確かに、そういえばちょっと体がかゆいかも。帰ったらすぐお風呂に入った方がいいわね。すみません、何かいるような気がしてみんなで見に行ってたんです。そしたら野良猫たちが住み着いてたみたいで。2階の窓が割れていました。猫たちはそこから侵入してたんだと思います。数えきれないくらいたくさんの猫さんがいて驚きました。あの、このお屋敷を取り壊したら猫たちはどうなるんですか。じゃあみんな行き場がなくなっちゃうの。1匹や2匹ならともかく、あれだけ多いとね。全員に飼い主を見つけるのはなかなか難しいかも。そんな。え？あ、サキちゃんの足元に。大福様？いつの間に。見て、屋敷から野良猫たちがゾロゾロ出てきたよ。大福様、どこに行くつもりなの。あ、大福様の後に猫たちがついていく。ちょっと待って、この方向ってもしかして。無事に儀式が終わった後、野良猫さんたちは神社に住み着くようになりました。いぶきさんもお父さんも最初は驚いていたのですが、猫
猫さんたちが名物になって猫神社と呼ばれるようになってからは若い参拝客が増えたと喜んでいるようです。めでたしめでたし。あれ、さっきまた来てたんだ。うん、猫さんたちに会いに。ここは私にとってパワースポットだから。やれやれ、あまり遅くならないうちに帰るのよ。うん、気をつけます。あ、大福様、またさっきの膝枕で寝て幸せそうな顔してるな。全然人に懐かないし、フラッと現れてゴロゴロ寝てるだけって思ってたけど、大福様のおかげでうちの神社も人気が出て若い参拝客が増えたのよね。もしかしたら大福様はこの神社の守り神なのかもしれないわね。